比較しています？はい、こんにちは、筋肉系千葉の山沢です。私山沢ですね、3週間ほど前に39度以上の熱がね、ちょっと何日か続きまして、で1週間ぐらいまともに食事食べれなかったんですよ。喉が激痛すぎて水飲むのもなんか悶絶するぐらい痛かったんですね。だそんな状態だったから1週間で7キロ痩せちゃったんですよ。で通常筋トレをね1週間とか2週間休んだとしても全体別に筋肉栄養さえ取れてれば落ちないんですけど、そういった断食状態とか絶食状態みたいなのが続いちゃうと筋肉どんどん落ちるんですよ。筋肉って所詮タンパク質なんでね、どん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 分解されていくの、栄養がなければね。ただしマッスルメモリーといって一度失った筋肉はおそらく、ね、数週間で元に戻せるはずなんで、私は体重が、ね、78ぐらいあったところから 70.5 キロまで落ちちゃったんですけど、それが3週間でどれぐらい戻せたかという今日は動画になっております。この3週間の中で、ね、まあ、どれぐらいのカロリーを取ってとか何を食べてとかね、急速にこうバルクアップしていく、ね、方法を、ね、取ってきたんで、筋肉増やしたい方ね、体重増やしたい方の参考になると思います。ぜひね見てください。はい、こちらがトレーニングを開始して3日後の体になります。まだ筋肉に全然張りは戻ってきておりませんが、体重を測ってみましょう。体重を測ったらですね、72キロということで 1.5 キロ3日間でプラスになっております。そして体重を増やしていくため、体を戻していくための山本先生の指示が1日3200キロカロリー取ること、そして炭水化物を大量に取らなきゃいけないということで、スペシャルアイテム餅を用意しました。餅はアミロペクチンというでんぷんでできていて消化がいいので、バルク中に炭水化物量を稼ぐにはすごくおすすめです。この餅3つ 150g でお米 230g の炭水化物と同等になりますので、食欲がない朝にはもってこいです。そして餅には蜂蜜をかけて食べるんですけども、これは単純に美味しいからでございます。糖質の種類としてはできればブドウ糖が望ましいんですけども、脂肪をつけないという意味では果糖や砂糖というのはなるべく避けた方がいいんですけども、食欲がない中餅を食べる手段でございます。そしてプロテイン1回 50g と、餅とプロテインだけではビタミンミネラルなさすぎるので、マルチビタミンビタパーを一緒に飲むようにしてました。そしてもう一つの私山沢おすすめバルクアップ食材が寿司でございます。寿司の中でもなるべく脂質が少ない赤身や白身、エビ、イカ、タコ、貝類などですとローファットで行うバルクアップには最適です。さて筋トレも再開するんですけど、山本先生からのアドバイスで1週目はね 70%、 2週目 80%、 3週目 90%、 4週目でようやくねこうフルの筋トレに戻すように言われてるんで、なんで今日は 70% ぐらいのこうね重量とか追い込み具合でやっていこうかなと思います。今ね肩と腕のトレーニングやったんですけど、全然パンプしないし、久しぶりに筋トレしたら頭痛くなるのね。こんなん久しぶりですよ。はま寿司でやっぱね、ローファットでカロリーを取るにはねこの寿司がいいんですよね。うん、うまい。これだとカロリーが足りないので1個半ぐらい食べないですね。今ね本格的にトレーニングを再開して1週間経ったんですけど、どうですか？だいぶねやっぱマッスルメモリーあるなって思ったんですけどね、体重も増えてきたし、これなんかね筋肉ちゃんとね戻ってきた。比べられるかな、こんな感じかな。うん、そうですね。体重も測りましょうか。長年愛用しているドンキの油をね取らずに1日3200キロカロリー食べるのがねすごい大変なの。食欲もそんなないし 74.2 だね。だプラス 3.7 キロぐらい。でも風邪ひく前に77、8ぐらいあったんで、もうちょっと戻したいなと思うんですけど、
最近ね、ご飯じゃなくて餅とパスタをね主食にしてるんですよ。パスタはね1回 150g、 だもう鶏胸肉と牛の赤身肉をなんか年間食べ続けて、で減量始まったらまたそれ食べなきゃいけないから、今ねなるべく食べたくないの。最近はねめちゃめちゃプロテイン頼ってるのと、あとなんかこう低脂質のウインナー見つけてそれ食べてたりします。でお肉ゴロゴロのミートソースで、脂質1日 30g ぐらいに抑えなきゃいけないから、脂質が少ないソースをね探さなきゃいけないんですけど、これね1食ね脂質 4.8 で、本当かなと思いながらねこれにしてます。うまいの。これが1食分ですね。パスタと低脂質のウインナー4本。マイフィットネスパルってのでね栄養管理してるんですけど、この1食で炭水化物126、脂質11、タンパク61でございます。やっとこれぐらいの量食べれるようになってきたんですけど、やっぱ風邪治った直後全然食欲なくて食べるの本当大変だったから、プロテインばっか飲んでましたね。今ね2月18日、今日ちょっと仕事忙しくてねこんな深夜のトレーニングになっちゃったんですけど、トレーニング中はね EA9 クレアチン、あとね糖質を取ります。なんだかんだバルク中はねこの EA9 が一番良くて、これクエン酸とベータアラニンが入ってるんですよ。なんか疲労回復にねいいんですよ。ちょっとね多めに 35g。糖質ね超重要です。体重かける 0.8 ぐらいね取るのがいいですね。先週はトレーニングしても全然パンプしなかったんですけど、1週間経ったらねちゃんと張りますね。うん、いい感じ。今筋トレ終わったとこなんですけど、全然今日糖質が足りてないんでパスタ2束 200g ですね。1日に 480g の糖質炭水化物を取らなきゃいけないんで結構きついのね食欲ない時。そして体重も測っていきましょう。さあ何キロ増えたでしょうか。本当はねカメラ持ちながら撮りたいんですけど、カメラの重りがちょっと何キロかわからないので、 74.8kg ですね。ってことはですね 4.3kg 筋肉だけで増えた計算になっております。どうだろう、なんか見た目的に脂肪はそんなに増えてないなっていう感じがあるんで比較してみます。うん、筋肉だけで体重が戻せたんじゃないでしょうか。これはやっぱり、ね、食事もずっと無駄な脂身をカットして脂質をカットしてちゃんとで高炭水化物高タンパクでやってきたんで、あんまり脂肪増えなかったかなという感じがあります。腕とかもだいぶ戻ったな。すごいねカリカリになっちゃってましたからね。はい、という感じで今日はね2週間でどれぐらいの筋肉が戻せるのかということで、体重で言うとね 4.3kg 増えました。まあ、どれぐらい全部が筋肉かっていうとね、それはちょっと正確に測ってみると分かんないんですけども、かなりね筋肉戻せたかなと思うんで、まあ分かったことはですね、一度つけた筋肉はすぐ戻るということで、なんでぜひね筋トレから離れてしまった方とかね、途中で筋トレやめちゃった方なんかはね、また再開すればすぐにね戻せるので、まあね、空いた期間が長ければ長いほど戻すのにちょっと時間かかっちゃうと思うんですけど、何かの参考になればなと思います。そして私はまた今日から減量に入りますので、5月の大会に向けてね、今度は本当ね、もう体脂肪 5% 以下のバッキバキの体になってくんで、まあ、その様子もね、また配信していきます。それではまた次の動画でお会いしましょう。